こんばんは。どうも。やってまいりましたよ。やってまいりました。ティルレでございます。どうも。いや皆さんおかげさまでですね、はい、登録者が、はい、5000人いきます。ありがとうございます。ありがたき。いろいろ考えてるんですけど、5000人登録 の、 記念のねプレゼントの方を考えてますんで、はい、まあ、別途動画の方を用意したいと、ね、はい、思いますんで、お願いします。交互期待ということで、はい、で今日は何ですか。リルレと言ったら何なんだと。あれって行かすかないでしょうか。怒ってるね。まあもう待ち遠しいのよ。連れてないのよ。ずっと一人で行ってるけどいないのよ。イカがどこにいるの。俺とか俺らとかリスナーさんに当たらんでもらうから。イカどこにいるの。帰ってこい。今日帰ってくる日だと思うんですよ。でしょ。門限過ぎとるぞと。フラストレーションがすごいんだから最近の。なるほどっす、ね、朝まずめも夕まずめも言ってるんだから仕事の前に。声量もすごい。今日はですね、はい、潮代わりの中潮一発目ということで、いいですね、大潮前の中潮ですね。そうですね、いいと思います。いいと思います。潮ということで、はい、やっていきましょう。やっていきましょう。はい、じゃあ今ね、ショタとユウスケが外洋の方をね攻めてるんで、僕は湾内の方を攻めたいと思います。ダートマスターの濁り状マスター3号ですね。マークも今も来てるんで、潮はね、ほんとね悪くないと思うんですよね。今日ほんとはね、夕まずめも勝負してきたんですよ。タコちゃん釣っちゃった、2杯もどうしたそれ。飯田子さんです。2杯目じゃない今日。2杯目でやばいで。2杯もタコちゃんって、あんたタコみたいな顔して。うん、抱きそうな塩。ああ動いてきたね。抱き塩っすね。抱きそうな塩だけど、そうやったらもう外で勝負するか。ここでしょ。一言言うのが釣り人のマナー。皆さんお塩がすごいんですよ。これ出てるでしょ。すごいビャンビャンなのよ。届きますかこの気持ち。人にはね、逃げられない時があるんですよ。嫌だなって思っても逃げられない時があるんです。釣りましょう、行きましょう。え、行きました、行きました、5000人行きました。皆さんのおかげです。ありがたけでございます。とりあえず終わり。あ、私がじゃあ試合の時マネージメント。さあ、魚っぽいっす。じゃあドラグ締めて。はい、締めてます。ドラグ強めです。うわ、イカ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 イ。ごめんなさい、大きいんじゃないですか。これやばい、絶対。うわ、やぜかやぜかこいつ。こいつやぜかガチだって。ほんとタモ用意してタモ。ほんとにほんとて、ほんとてあげ、ほんとやて、ほんとやて。うわ、魚のごと引き合ったの最初。ほんとにでかい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 。でも完全に抱いてる抱いてる。いけるいけるいける。あ、大丈夫よ、また。もう一回巻いてもらう。オッケーオッケー。ゴロタ。ゴロタ。おせー。いや、これ3キロあるぞこれ。マジ？やばかやばかこれ。でかい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 。ちょっと、ちょっと。今年すごいっすね。落ち上がらんもん。ちょっとあんたがテンパってると、あ。どうぞやばい、やばい、ちょっと返して。いや、これ3いっとるんじゃない。マジ。いや、いくやろそれ。え、しかもメスよ。やばい、早めに早かる、早めに早かる。事件だから魚みたいな当たりだった。魚だっつって。えぐない？でかいんですよそれ。メスなんすよ。ほらでかいもん。どっちがでかいっつってんのよ。あんたでしょ。私。お水をちょっと出させて。出します、おつゆを。いや、これでかかよ。やばいやばい。はいはい、ゼロですね。はい、いきます。ゼロです。だろう。どうなんでしょうか。ちょっと待って、ちょっと16、全然やない。やばいっす、皆さん。いや、魚と思いましたよ。やばい、でかい。 1.6 メス。もう今みんなカメラ持ってくれなくなっちゃって。3キロのオスがいるからっつって。見て皆さん、みんな投げちゃって。3キロのオスをつって。この子たち尻目にね、あのちょっとエギの紹介を。こちらですね、ダートマスターですね、の 3.5 号。リアイソー、ラトルがないタイプですね。鉄板ですね、やっぱり。月もね出てないんですけどね、僕が初めてキルアップを釣ったエギです。はい、
なんかね、やっぱり相性があるんでしょうね。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。イエーイ、ありがとうございます。さっきやばいですよね、はい、持ってますね。ありがたきでございます。メイコンが言ってるんだと思います。いやー、春以下、うん、エギングっていうことで、いやー、開幕してますね。堪能するじゃないですか。強いのよ。オープニングから強いのよ、すごい。今回、まあ、塩を見て急遽ちょっと行こうかっていう話になって、うん、サイズも嬉しいですけど、やっぱりそのあこの塩絶対いい塩だねっていう時に釣れるのが結構嬉しいですよね。今日の塩はいい塩だったの、うん、いい塩だと思いました。あと塩が変わって一発目の中塩だったんですよ。昨日若塩だったでしょ、はいはいはい、新しい塩に乗って新しい答えが入ってくるっていうイメージですね、はい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 、どうもご報告があるそうで、はい、今日お兄ちゃんが釣ったイカを僕がタモ入れしてたら右流れ琥珀に釣る。これ3本目のタモです。皆さんガムテープでつけましょうね。皆さん、だからさ、あの皆さんもお気をつけてください。あのね、持ち方が大事らしいですよ。まあしょうがないですよね。犠牲はね、犠牲ですから、しょうがないです。何事にも何もなかったら、まあ、それが一番いいんですけどね。いかせんマー君なもんで、はい、ありますから、ありますから、はい、神様のいたずらだから。あ、神様に変わった、うん、いるの俺に神様が。でも釣れないんでしょうね。キングボンビーと聞いてましたね。ってことで、はい、ね、春イカエギング開幕してるということで、で見事ね 1.6 オーバーをすることができました。皆さんありがとうございます。すごい動画を見てね、リルレおめでとうって思った方はね、チャンネル登録と高評価、ベルマークもよろしくお願いします。お願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。